首やカツヤカミキリは、甲虫目カミキリムシ科に分類される昆虫の一種。別名、クロジャコウカミキリとも呼ばれることもある。桜や桃の木を食害する害虫であり、日本では2018年1月に、環境省により、特定外来生物に指定された。中国、モンゴル、ロシア極東部、朝鮮半島、ベトナム北部に分布する。イタリアや日本に外来種として、移入。 定着している体長22から38ミリメートル。体全体は光沢のある黒色で赤色の全境が目立つ。黒色の触覚は体長と同等かそれ以上の長さになる。日本では2012年に愛知県で初めて発見されて以降分布を広げており、他地域でも見つかっている。繁殖力は大変強く、一匹のメスが100から300個もの。 卵を産む日本では孵化して2年後の6月中旬から7月下旬に成虫となり、幹から脱出して交尾した後に産卵するというサイクルを経て個体数を増やす。別名に、邪行とつくように、成虫は方向を分泌する。これとは別に、オスはフェロモンによってメスを誘引する。公園や市街地の街路樹に生息し、桜、梅、桃などのバラカジ木に寄生する。 幼虫は樹木内部を食い荒らすため、寄生された樹木が枯死することもある。大量に植樹されているソメイヨシノの被害が顕著であり、被害拡大防止の観点から桜が抜刀される事態が相次いでいる。このことから本種が特定外来生物に指定された。埼玉県環境科学国際センターでは、桜へ寄生する首や活や噛み切り対策を広く公開している。 2019年初旬には奈良県と三重県でも確認されており群馬県立林市は補殺個体1匹につき50円か飲料水を送る取り組みを始めたこれを参考に埼玉県行田市も成虫10匹を補殺すれば500円分の商品券を配っているまた2019同年11月には和歌山県でも確認されている駆除 工場には薬剤が使われるほか、産卵管を通さない 0.4mm メッシュのネットも開発されている。加賀屋え子、桜の侵入害虫、クビアカツヤカミキリアロミアブンギーにご用ウ日本、林学会解放、森林科学、36から37、2014年10月ツイートー、生態系被害防止外来種、リスト環境省、 平成20年3月、時点、首や活や髪切り防除定期準視や補助金、都道府県で対策進む、日本農業新聞2020年6月24日、シリアカヒヨドリ等16種類の追加指定について、環境省 ABC 首や活や髪切り、国立環境研究所新入生物 DB、環境省特定外来生物等、 専門家会合議事次第特定外来生物等の選定作業が必要と考えられる外来生物にかかる情報及び評価 P13 クビアカツヤカミキリ日本下の海桜の外来外中クビアカツヤカミキリ情報埼玉県環境科学国際センター果樹植外クビアカツヤカミキリ住都府県に拡大防除手引き、検証金地域ぐるみ対策を徹底日本の業新聞 ウォンテッド首赤ツやカミキリ埼玉県、行田宿所促進にへ、商品券成中10匹補殺で500円分、日本農業新聞2021年7月23日12面、外来カミキリに注意啓発チラシで、呼びかけ、キ民法、マグワイ0.4ミリ産卵管も阻む、専用のネット薬剤併用で、効果アップ、日本農業新聞2020年6月24日、 ありがとうございます。